こんにちは、平岩優奈です。今日は洋服何枚重ね着して爆中できるかチャレンジをやっていきます。今日重ね着していく服なんですけど、ルナワールドのアパレル第2弾を発売しているので、これをいっぱい重ね着していきます。何枚までいける自信ありますか？3枚少な着れるかなっていう、中動向じゃなくて早速着替えていきます。レッツゴー。着替えてきました。1枚目で2枚目、これはいけそう。これ会社名なんですけど、ピノアがハワイ語で自由で、アライブが生きるじゃないですか。生きている、生くなんかそんな感じ。自由に生きるみたいな、はい、いいと思います。で、ロゴ作りました。2枚、いきます。余裕だけど重い、体が朝ごはん食べたからS サイズを探さない。あれな、膨張色を先に着とこう。いきます。 S サイズはこっちにします。もうなんかやばいです。なんかうわ、これ絶対やばい。分厚い生地1枚着てるみたい。重ね着普段こういうのもありますからね。1枚ぐらいだったらありますか。同じサイズ2枚です。確かにあんまりないか。まだいけそう。3枚、いきます。疲れた、もうしんどい。早いっすよ。次これ、これじゃあやってください。一緒のとこ、まずバクチューができない。ほら、もうきつくなってきたもん。何笑ってるんですか。4枚きついなぁ。やばくないですか。着てて違和感、見ていても違和感です。5枚目暑いです。うまくいった。でもバク宙がなんかヒートテックみたい。暑い。なんかやばくないですか。いや、なんかどんどん気膨れしてますやっぱり。次の使おう。撮ったって言われたら気分取りです。私これが結構好きな色なのに。何色ですか。シミみたいな色。なんかめっちゃ肩幅強くなった人。恥ずかしい、外から丸見えなのに。8枚着てるようには見えないですよ。本当ですか、うん、でもめっちゃ重い。重いです。違います、やっぱり。いや、なんかあと苦しい、あと暑い。これどうしよう。 T シャツもういいですか。 T シャツ着とかないと。そうですよね。あ、じゃあどうですか、残りの T シャツ全部着て1個パーカー着ます。シール上げるのもしんどい。ほら、なんかちょっと笑ってるんです。でもこの色かわいい。無理、着れないかも普通に。あ、これ意外といけそう。もう、絶対早いよ。
めっちゃこういう人じゃないですか。待って、これ10枚でいけないかも。全然違います。あと何枚いけそうですか。終わりたい気分です。S サイズのパーカー着れないと思うんですけど、これ S サイズ、 M サイズがいけそうですか。 M は多分いけます。じゃあ M サイズ着ます。セットアップで販売してるので、持ってます。なるな、ちゃん、肩が。やだな、理由が効かない。ちょっと助けてください。待って、いろいろな授業じゃない。可愛く見えてますか。大丈夫です。絶対嘘だ。めっちゃ見られるんですけど、恥ずかしい。17枚。おいしい。うわっ、うわっ、本当にやばい。あ、暑いし恥ずかしいし、もう苦しいし。今いろんな感情出ましたね。やばくないですか。ダンバラ。アパレルってどこから買えるんでしたっけ。ネットです。概要欄に貼っておくのでチェックしてください。お願いします。あ、これ F だから着やすい。この色も好きなのになんか可愛く見えない。これ XL だったらパーカー着れるんじゃないかな。ちゃんと可愛く見えてますか。これがちゃんと着たやつです。本当は可愛いんだから。18枚。もうこれ多分次無理です。ロイター版乗った時なんか、ま、めっちゃ沈んでますもん。全部入れなきゃ。裏起毛だし、これだけもです。今は嬉しくない。なんか見てなくても変っていうことだけはわかる。恥ずかしいよ。20枚いきます。あー無理。18枚ですけど、ちょっと、ほんときつい。え、最後立って終わりたい。本当に立つまでやります。え、多分立てる気がする。音結構すごかったっすよ。足の裏めっちゃ痛いです。大丈夫かなっていうぐらい落としてます。あ、それは大丈夫です。あ、分かんない、髪が抜けたら終わりだけど。いきます。ほら、それ本気出せば。足めっちゃ痛い。お疲れ様でした。ありがとうございました。記録20枚重ね着して宙返りできました。アパレルの受注サイト貼ってあるのでぜひ見てください。もっと可愛く写真載ってると思うのでお願いします。この動画が良かったら
グッドボタン、コメント、チャンネル登録をお願いします。本当にお願いします。